不適切な発言があったとして洲本市議会の浜野隆議員に懲罰動議が提出され、出席停止1日間の処分が賛成多数で可決されました。市のふるさと納税問題を議会で追及してきた浜野議員が再び処分となりました。出席停止1日間の処分を受けたのは洲本市議会の浜野隆議員です。浜野議員は今月8日の本会議の一般質問で、浜辺学副市長に一時行方不明になったパソコンを持ち出して元に戻した事実はあるかないかと質問。この内容が無礼で不適切な発言として木戸議員ら3人が浜野議員への懲罰動議を提出しました。懲罰権の乱用は鍵括弧物言えぬ市議会鍵括弧を作ることとなる。議会とは、はい、これ以上は新たに漏れないようですね。何言ってるんだよ、稼いやろ、開けろよ、ちゃんと。一審上の弁明と聞いております。まだ事情を説明するという理由になってない。もう弁明は終結します。弁明を終結するんですか。はい、弁明はさせてもらえないということでよ。これで終わります。個人を断定できること、また断定していること、この度の事案は法に定める品位の保持に抵触をしております。今回のですね、懲罰動議は洲本議会の破棄の上塗りにほかならない、そのように思っております。議場での陳謝の処分が賛成多数で可決されましたが、浜野議員は無礼な言葉は用いていないと陳謝を拒否。再度懲罰動議が提出され、出席停止1日間の処分が賛成多数で可決されました。浜野議員はこれまで2回受けた懲罰動議による出席停止処分について、今年1月に兵庫県の斉藤知事に対して取り消しを求める審決の申請を行っています。